さあ、皆様、こんにちは。リアム・アレクサンダーでございます。ということで、今回からですね、MLB The Show 16というゲームをですね、なんていうんですか、実況していきたいと思います。まあ、これのゲームはですね、まあ、MLB ですよ。海外のね、野球です。アメリカの野球ですね。MLB を忠実に再現したゲームとなっております。ということで、この、MLB The Show 16はですね、日本語版がございません。だから僕もこれは北米版を Amazon でこう購入したんですけれども、まあ、オンリーイングリッシュなので僕はね、ざっと説明をしていきますけれども、難しい場面が多いかなと思うので、で、本当はですね、どっちやろうかなと思って、ロードトゥザショーっていうのは、自分が、自分の選手を作って、自分がそのメジャーで活躍する伝説のメジャープレイヤーになるというですね、人生を、なんかいろいろキャリアモードみたいなもんですね、自分のね。で、こっちがフランチャイズっていうのは、アメリカにある30球団の中の好きなチームの、を選んで、シーズン、ができるっていう160何試合のね、チームをジェネラルマネージャーになって、チームをなんか自分のチームを操作してやっていくっていう、その日本で言うと、だからペナントみたいなもんですね、ができるフランチャイズっていうのがあるんですけども、まあ、これはダイヤモンド・ダスティナティっていうのは、まあ、自分でカードを集めて自分の好きなチームを作ろうというね、やつだから、サッカーで、FIFA でいうFUT みたいなもんですね。だからね、そう。っていうのがあるんですけど、まあ、これは、今、軽く1試合でできるモードですね。あと、ここはもうミニモード、ホームランダービーがあったりとか、チャレンジオブザウィークっていうのがあったりとか、いろいろ細かい遊びができるよっていうところなんですけども、今回ですね、実況で何をやろうかなと思って、フランチャイズもやりたいんですが、やっぱりね、ロードトゥーザショーとかね、実況もやりやすいということで、ロードトゥーザショー行きます。で、ニューですね。まあ、これはチュートリアル、まあ、全部英語なので、あれですけど。で、ロースターを選ぶんですけれども、これは、一番上でいきます。で、顔なんですけども、顔はね、本当に正直日本人に似た顔はちょっとできないので、MLB からね、ちょっと選ばせてもらっていいですかね、顔をね。あ、違うわ、何これ。顔を選ぶんじゃないの、これ。何、あ、選手を選ぶの、これ。違うよね。いや、オリジナルだよ、そしたら。オリジナルです、カスタムでいきます。で、ポジションをどうしようかなと思ったんですが、これ誰でやるか、俺だったらライトをやるんですけれども、ライトなんですけれども、どうしようかな。ライトフィールダーにしますか。なんかライトフィールダー面白いかな。どうしよう。初めはライトフィールダーでやろう。そうしたら。初めはライトフィールダーでやって、多分途中でコンバートしようみたいな話も出てくるので、その時にちょっとコンバートの話も考えよう。で、スロー、投げ手は右ですし、右投げ、右打ちでございます、僕は。なので、このまま行きます。で、ここでですね、パワーとか何だとかっていう触れるんですが、5個触れるんですが、追加でね、アームをちょっと入れてほしいな。パワーでコンタクト、こんな感じかな。結構平均的に僕入れたい人なんで、これでいいや。で、出身なんですが、まあ、出身僕、まあ、シアトルなんだけど、どうしようかな。ウェストなんだけど、日本ということで、日本人にしたいので、インターナショナルにします。海外ということですね。だから、アメリカ以外のとこです。で、名前だね。名前だから、リアム・アレクサンダーでしょ。これ、ちょっとキーボード出てて、表示させてないですが、今入力中ですけどね。あれ？あ、そうかそうかそうか。オッケーオッケー。ちょっと待ってくださいね。こうだね。はい、できました。リアムランダムでではございません。リアム、あれ、リアムがいいんだけどね、俺、こっちね。本当はね、表示するやつはね。でも、まあ、アレクサンダーでいいでしょ。リアムって背番号を背中に入れたいんだけど、まあ、アレクサンダーでいきましょう。ファーストネームオーディオ。ファーストネームオーディオはね、リアムってないかな。L。あ、ないっぽいね。あ、あるじゃん、アレクサンダーある。これだね。で、これ2つもアレクサンダー。アレクサンダーじゃダメか。でも、だってリアムないもんね。リアムないでしょ、だって。
いや、リアもありそうだぞ。エール。あ、待った待った。あ、ないか、ない感じだな、これ。愛じゃない、あ、あるある。あー、リアムないかー。リマならあるんだよな。リアムないっすね。だからリアムないんだ。アレクサンダー、アレクサンダーでいいや。リアムって選手いないの？メジャーに。嘘でしょ？そんなことないよね。ファーストネームだけでいいや。あ、ルーミンズになっちゃった。アレクサンダー、アレクサンダー、ルーミス。違うね。違うね。飲んでいいや。そしたら、じゃあ、エイジは、まあ、僕は16歳なんですけれども、まあ、18以外下は選べない。この中からしか選べないので、18歳、一番低くて、ナンバーは何がいいかな。ナンバー何がいいですかね。ナンバー何にしよう。うわ、これ迷うな。ナンバー何にしようかな。10番だな。俺10番がいいな。で、セカンダリーポジション。セカンダリーポジションをちょっとじゃあサードにしていいですか。サードちょっと面白そうなんでね。サードやろう。で、スローハンドもライト、ライトでいいでしょ。で、バースプレイスは、ジャパンってあんのかな。あるね。ジャパンで。じゃあ生まれた場所なんで。ジャパンですね。OK。で、次2番目に決めるのが、顔ですね。バリエンユニフォーム。まあ、白、白人これだな。ウェイト、これね、ウェイトどうしよう。66とかじゃあ、これちょっと見栄え的に75ぐらいにしておきます。74ぐらいにしておきます。で、ウェイトこんな重くないね。あ、これ太ってるあれか。LBI、LBS だもんな。見た目で決めますね、これも。これもこのぐらいかな。189ぐらいが見た目的に。太りすぎか、これ。このぐらいだな。OK。で、バディタイプ。バディ、あ、バディタイプこれで決めたのか。俺、45キロしかないんで、実は。ガリガリなんで、これだな。ガリガリってことはガリガリでもないけどね。1日5食ぐらい食ってっからね。増えないだけなんで、いくら食っても増えねえんだ。なんでか知んねえけど。ネックは俺、細いな。細いな。パンツスタイルは。あ、俺、パンツスタイルはね、こういう風にね、上げてるのはね、あんまり好きじゃないんだよ。これ長いのが好きなんで、ロングで。あ、首俺いらない。熱いんで。あー、ネックレスとか欲しいね。ネックレス欲しいね。ティン、鈴でお願いします。ティンって鈴だったよな、きっと。なんだっけな、ちょっと覚えてない。カラーは、あ、黄色かっこいいな。あ、黄色にしよう。黄色かっこいいわ。ナイキ入れとこうよ。かっこいいじゃない。ナイキ入れとこう。オッケー。で、あとヘッドですね。これ顔は本当に似ないんで、ちょっと俺は理想の顔でいくわ。ヘッドシャープ。これだな。これ何が変わってんだ。フォーヘッド、リンキス、リンクレス。ヘッドサイズ。ヘッドサイズはちっちゃくていいんじゃないの？これ多分大きくすると見栄え悪くなるよね。ヘッドスケール。あー、これこうだな。ヘッドポイントも、こうだね。クラウンヘイトは、そんな長くならなくていいよね。低めでいいや。で、シェープは、で、まあ、出っ張った方がいいかな。で、ヘッドラインは、こんなじゃないね。こうだね。変な顔になったら嫌だもんな。もう適当でいいよ、もう。この辺はなんか。お、なんかシュッとした動画かっこいいな。はい、こんな感じだな。ヘアはね、俺のしたい髪型でいいですか、ちょっと。
これで色をね、黄色にしてもらっていい？ブロンドだね。俺ブロンド好きだからブロンドがいいな。ブロンドで、オールバック好きなんだけどな。やっぱこれが一番しっくりくんだ、なんか俺。これでいいですか？で、こうだね。ヒゲはいらないんじゃないか。ヒゲあった方がかっこいいか、でも。あ、この顔よくねえか。いや、薄くていいよ。あ、これいいね。うわ、なんか PS4 がうおーんってすげえ音鳴り始めた。なになに、大丈夫？意味わかんないぐらいすごいんだけど、初めてこんなにエンジン音聞くんだけど。熱くなっちゃったのかな。え、大丈夫本当にこれ。日に日にでかくなってくんだけど。ユーロってなんだこれ。これでいいや。もういらない、もういらない。ちょっと心配なんだけど。あ、ちっちゃくなってた。よかった。なんだったんだ。あ、これはないね。ノーンだな。あ、視野もないね。ノーマルでいいや。もう完成でよくない？これでも。目の色は青じゃない？やっぱり。やっぱりこうじゃない？これ細かすぎるな、本当に。これ、決定で終わりだな、今日。次回からだな、なんか、あれは。さすがに黒か。まあ、ブラウンだな。ノーズは鼻高くした方が面白いな。鼻は高くした方がヨーロッパ人は似合うから。ピノキオみたいになってんだ。こんな高くねえな、さすがにな。でも結構高いんじゃない？これ。結構高いよ。はい。はい。はい、もういいや。頬ね、これね。シュッとした方がいいよね。口もね。やっぱこれだな。理想の顔だね、本当に。真ん中ぐらいちょうどいいな、これ。よし、こんなもんかな。これで完成ですね。まだあんのか。これちょっと次回もいっちゃうか。これいいや。これアニメーションはいらない。あ、アニメーション入れとくか。アニメーションはね、細えな、こいつ。もっと太くしとくか、これは。これは細すぎるね、ちょっとね。だから必死に走ってる感じがいいよね。俺どうだろうな。俺話さないんだよね、あんまり。これだな、俺。これだな。ちょっとこれは、じゃあ完成させたところから始めようかな、次回ね。ちょっとこれは長くなってしまうので、本当に。ということで、皆様今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID 概要欄に書いてあります。ぜひ Twitter で検索してフォローしてみてください。ということで、次回の MLB じゃ正直今日でお会いいたしましょう。さよなら。